続きまして、ミュージックガーデンデイワン。こちらミュージックガーデン、まず2時3時ハンドベル部、ハンドベル部、出演者の方が樋口楓、モイラ、めっちゃ素敵だ、井上アリス、シスタークレア、フミ、ソウサンゴと、この面々がハンドベルで演奏してくれるんだ。ハンドベルって知ってますか？知ってます。ねえ、そうだよ、クリスマスだから。めちゃめちゃクリスマスっぽいな。確かに一人一人が一人二つずつぐらいハンドベルドレミファソラシってことだよ。あったってことやろな。そしてお隣がね、バンド名見てってなってますけど、バンドやります。おー、早速早速って言われるとなんかねあるのかな。最近でも動画がね、バンドかないださ、そうですよね、話題の上がってます、上がってますけど、そうだったね、バンドやらせていただきます。すごい、楽しみ。まあ一応なんかそうだよね、まだ 3D 持ってない人もいるんで、あんまりなんか、でもここってこれって 3D のあれですよね。もうワンチャン 2D 視点もあるからね。一人だけ悲しいよそれ。いやでもね、てことはあるんじゃないですか。ええこと怖い怖い怖い、聞いてないんですけど。言うの先輩の 3D とか。これもね、お楽しみに。てか本当にこの決意のバンドを組んでるって感じなんですけど、そうですよね、このなんか12月のこのフェスの機会でちょっとステージやらせてもらうっていうことで頑張ってる最中でございます。すいませんね、自分の話ばっかしてね。楽しみだね。かっこいいな、なんか初 BM やりました。変わっちゃったね。最近ぼっちさろっこいいもんなんですね。なんかちょっと気になってるとかありますか。特になんか今までで雑にバッて振っちゃってすみません。文化祭でやるバンド年齢ですかね。もうちょいやりましょう。デイワンはここまでかな。デイワンはここまでここまでか。なるほど、デイワンここまでか。続きましてもまだあります。ライバー参加型のアトラクション、教室レク。こちらはライバーと参加者の皆さんで教室を盛り上げる企画が盛りだくさんとなっております。まずはデイワンの企画こちら。3D 100万点バラサロメの猿でもなれるお嬢様教室。ちょっと今なんて、あ、ごめんなさい、これ 3D だっけ。これ 3D ですよ。そっち急に 3D どっちでもいい。そこじゃないわ。意味ちょっと意味わかんないですけど、3と D っていう文字がまだ誰もわからないからね。ちょっとごめんなさいね、わかんない。我々もまだ聞かされてないんですけど、3D って3D なんかね、あるのかな。続きまして、続いては会場で楽しめるさまざまなアトラクションについて発表していきましょう。アトラクション、はい、まずは前回もございましたライバーと1対1でトークした後ツーショットで記念撮影ができるライバー参加型アトラクション、聴覚室です。聴覚室参加ライバーがね、もう例年通りとっても多いんで、振りめくっていきましょう。こんな感じです。おー、ちょっと言い過ぎてね。これでね、この位置ってことはってことよね。そうよ。何まであるんですかこれ。たくさんいますが、いますね、ライバーの参加形式なんですけれども、 3D、2D に加え、今年は、ね、2次 3D も追加されております。このアトラクションは事前チケットが必要になります。詳しい時間までは特設サイトと、その4をしっかりチェックしてください。 X でその4をスクショしろ、みんな。フラカナと思いましたね。そうなんです。入れたかいます。仲いいんだっけ、フラカナと。友達その4人結構全員いないか。もう僕のね、お目当てのね、いるよ、いるよ、こんだけいたら。いや、ほんとよ。ちょうどね、イブラヒムさん、去年視聴覚室しましたね、3D、2D 共にしましたけど、どうでした。いや、なんか、マジでおもろい。なんか俺初めてそのなんつうの、リスナーさんというかとお話しする機会あったんだけど、直接ね、本当、あ、本当こういう人たちが応援してくれてるんだっていう実感するよ。ありがとう。初めてね、直接おしゃべり、うわ、緊張した。無理。いや、なんかね、楽しみだよ。大丈夫よ、結構緊張する。声出せるかな。裏でさ、まとめられてたりしたよ。そうすれば安心だ。そうだよ、メモにね、ほんとちゃんとね、
と悪いことしてる。雑に扱ったら雑に扱われたってなるよ。うわなんかモラルのある会話をしなきゃ。でもそんなさ、かぶれきたちよりさ、優しいから優しくしますよ。でも同じくらい緊張するかも。めっちゃ楽しいよね。そしたら仲良くなれちゃう。もう見てみたいんですよね、リスナーの方。あ、そっか。そうだよ。みんなもっと緊張してもらえば。そうそうそう、もっと緊張してもらえば。緊張してもらってるのを見て。気持ち悪いわ。喧嘩だもん。緊張してきて。1対1ですからね。遊びに来た。見てみて。そしてないからいける。トークバトルするもん。直面していった方がいいかもしれない。そうですね。楽しみ。ということでね、まあ、小学園もあるっていうこと続きます。